こんばんは、楽する暮らしです。ネットで洋服を買うときに気をつけるべきことを失敗談と合わせて紹介します。最近失敗したことはこちらです。失敗談1、ホコリがつきやすかった。まずは素材についてです。このズボンをネットで買ったのですが、ホコリがつきやすくてちょっと失敗でした。手で叩くくらいでは取れません。購入前に素材、サイズ、履いている状態の画像などかなりしっかりチェックして失敗はないと自信を持って買ったのですが、盲点でした。店舗なら必ずわかるとは言い切れませんが、店舗であれば購入前に実際の生地を触れたり、他の洋服と触れたらどうなるかはチェックできます。コロコロするのが面倒な人は店舗購入が安心かもしれません。失敗談に、古着を買ったら匂いが強かった。このトップスはZOZOタウンの古着を買いました。新品の時にずっとお気に入り登録していて、迷っているうちに完売になってしまったのですが、古着ZOZOユーズドで発見し買いました。形が本当に好みで買ってよかったと思いますが、届いた時の匂いが強かったです。いわゆる古着の匂いなのですが、昔古着屋さんで買った服よりも匂いが強かった気がします。洗濯しても匂いが消えず、その後1ヶ月ぐらいは気になりました。商品状態は悪くなく満足していますが、匂いに敏感な人は注意が必要だと思います。失敗談3、縫製が曲がっていた。このズボンを買うとき、かなりいろいろ見て、何度も実店舗で試着したり、ネットで注文しては返品したりしていました。その中にとてもちょうどいいものがあったのですが、縫製が曲がっていて失敗したことがあります。安いものだったので仕方がないと思いましたが、もし実店舗で見ていれば買うには至らなかったと思うと少々悔しいです。結局損になるようなことはありませんでしたが、手続きが面倒なのでネットの安物に飛びつくのはやめようと思いました。失敗談4、チャックが多いものは要注意。衣料品やバッグに欠かせないチャックですが、チャックの動かしやすさイコール使いやすさになるので、可動性の悪いチャックに当たると厄介です。実店舗なら実際に動かすことができますが、ネットで買うと実際には試せないため失敗の可能性が上がります。夫がチャックの数が多いバッグをネットで買った時に、質の悪いチャックに何度も当たり、その度に返品していました。そして結局実店舗でこのバッグを買っていたので、チャックなど細かい部分が重要なアイテムはネットより実店舗で買った方が楽かもしれません。ネットで洋服を買うのをやめようと試みたこともありますが、品揃えや手軽さでやめることはできずでした。まだまだ失敗することもありますが、少しずつネットショッピングの勝率を上げていきたいと思っています。チャンネル登録よろしくお願いします。